お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトバルーンデッキね、はい、やっていきたいなと思います。まあ、ちょっと前からねすごい使われてる、まあ、デッキなんですけども、このねもうハンターザッピートリトン、今のこの長い環境でずっとねもう最強ずっと使われてる、まあ、この3枚が入ったメガナイトバルーンですね。まあ、キョスケロイジェイとかにもこの編成はね、使われてて、まあ、ここ入れとけばとりあえずもう何のデッキでもね成り立つよねというようなデッキになっております。というわけでやっていくんですけど、前にね一回言ったことがあるんですけども、このねクリエイターブースト、コードがねなんと僕のがあるので、ぜひねこうラットと、入力して、課金をねしてくださると僕にね、数パーセント支援がね、として入りますので、ぜひねよろしくお願いいたします。チャンネル登録もねぜひまだの方はよろしくお願いしますと、まあ、いうわけでやっていきたいなと思います。僕の視聴者さんね、7割ぐらいの方はまだ僕のチャンネル登録をしてない方っていうのがね、なんかこうなんていうんですか、僕からしたらそういうのがわかるんですけども、なのでね皆さんがチャンネル登録していただけると僕のねモチベになりますので、毎日3本ぐらいね動画が上がっちゃうかもしれないのでね、ぜひよろしくお願いいたします。さすがに3本は上がんねえけど、よしさんなわけでよろしく。で、まあ、基本的な立ち回りとしては、こうやっぱザッピーとか、まあ、ハンターとかを後ろから裂いて、相手がやっぱ攻めてきたところをメガナイトで踏んで、そのままカウンターでバルーンをつけたりだとか、っていうパターンが一つ。で、二つ目は、ですね。相手が、例えばホグライダーとか、まあ、バルーンとか、まあ、主軸ですよね。攻めの大事なキーとなるカードを使って、スタートだったら、よいしょ、うわー、いいザップ。使った後だったら、相手がね、攻めれないターンなので、後ろからメガナイトを押さえて、その後ろにまあハンターだったり、トリトンをつけたりして、端前にバルンとかかな。まあそんな感じですね。後ろからユニットからの、メガナイトで立ち回るパターンと、後ろからユニットからの、端前メガナイトで蓋してねカウンターするパターンですね。さあここは耐えれるのでしょうか、ラット選手。おら、さあここはもうザップもね添えてあげてね、メガナイトにねしっかり働いてもらいます。で今回でスパーキーで3が5いて、体育が多分もう1枚ねマスケットかエレキがあるんですけど、さあエレキがいましたね。エレキを抑えたら、もう相手の対空は、もうね、3が5しかいません。なので、もうバルーンプラスの3が5で、グッドゲームだと思うんですよ。あ、3が5じゃねえ。柳ね。はい。相手のキャラ奪っちゃってるんですけど、行くぜ!ほら!で、これもう3が5きます。なんなら読みで打っちゃう。トクトクトク!いいですね。で、エレキは回らないので、もう相手はね、これ守れないよね、というわけで、まあ、こうやってね、なんか柳って、正直、ファイボでもよくねとか、なんか、ポイズンとか別に、ヤナミじゃなくてよくねって思う部分もやっぱあるんですけど、こういうのでね、めちゃくちゃ活躍しますよね、ヤナミって。そう、サンコスの割には、なんかね、結構、火力も意外とあるんですよね、ヤナミって。僕は結構ヤナミが好きなね、タイプなんで、ヤナミ好きな人ってあんまいないかもしれないんですけど、これ僕はちょっとね、よろしくない。やばい、待って、芝ザップしてる、芝ザップしてる。芝ザップしてるんですけども、このね、もうトリトン、ハンター、ザッピーが強すぎて、結局守れちゃうっていうね。そう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 。で、このデッキとか、スパーキーとか、なんかゴレとかに対しては、やっぱ後ろからね、ハンターとかを出しつつの、相手のね、後衛にしっかりメガナイトを当ててあげるっていうのが大事ですね。こうすることによって、なんていうんですかね。しっかりユニットが残る。ユニットが残って、カウンターにね、繋げられるっていう立ち回りになります。さあ、もうこれはね、最後、やーい、てくてくてく、はい、さあ、ナイスと。というわけで、若干ね、若干、あれ防衛下手かっていうシーンもあったんですけども。だから、0時かかってるとさ、スパーキーにザップ打つタイミングめっちゃむずくないですか。なんか、分かってくれ。なんかそうなんですよ。むずいですよね。なんか、スパーキーが地味にね、打つタイミングが早くなるので。まあ、あれ気をつけないとね、ザップ一つで、こう、メガナイトがね、やられてしまったり、残るかどうかとか、いろいろ変わってくるんで、まあ、ザップとかも結構やっぱ大事になってきますね。さあ、よろしく
まあ基本的に本当後ろからユニット伝えて、相手が攻めてきたらメガナイトで踏んで、カウンターバルーン飛ばすだけですね。で、それまでは、結構ディガー飛ばして、とか、のんきにしとけばいいかなと思います。さあ、ホグライダー。で、こういう場面ですね。先ほど言ったんですけど、相手がホグライダーとかバルーンとか主軸を切りました。それ今、相手は攻めれないんですよ。だから僕今、ザッピー後ろから裂いても、相手は攻めのカードがないので、なんか普通の後ろからね、アイゴルとかマスケットとか、アーチャーとかで迎え、打たれてしまうんですよ。だから、こういう時は、もうね、メガナイトから出してあげて、今、どうせ相手攻めれないんでね。で、そこでもうバルーンをつけてあげて、さあ、マスケット重視とかには、しっかりディガーをね、飛ばしていくと。そして、相手のホグライダーがうまい。ここはね、守れないですね。いや、守れ、もう、キング起動してるので、まあ、ホグは無視でも良さそうですね。さあ、そんなわけで気づけば、もうバルーンがね、これ、あと多分2発、もう1発落として、ワンパーン！いや、これ、めっちゃ強いっす。メガナイトプラスバルーンで、まあ、柳雨のメリットは、やっぱりこう、ウィザードだったり、ネクロだったり、マジックアーチャーだったり、まあ、そういったね、こう、遠距離ユニットを処理できないっていうのがね、こう、ファイボーじゃなくて、柳雨のまあデメリットっていうか、まあ、そういった部分になるんですけども、やっぱディガーがいることによって、ディガープラス柳雨とか、ディガープラスザップとかで、まあ、ぶっちゃけファイボーなくても、なんかファイボーと同じような感じで、相手のね、遠距離ユニット、マスケ、マジアチャー、ダクネはちょっと違うか。まあ、ネクロとかいろいろ対応できるので、まあ、そんなわけでね、ヤナアメが強いよって、ヤナアメプラスディガーのね、編成が強いよっていう感じかな。ラバルとかも、ラバルヤナアメザップとかよく言いますけど、あとジャイスケラとかも、ヤナアメ雪玉ですけど、なんかそう、もうそれだけでも、結構ね、この2コスト3コストのスペル編成っていうのが結構強いですね。高回転系の、まあ、枯渇とか、こういうホグとかにも強いですし、まあ、ディガーいることによって、こう、万能にね、戦えるよっていう、デッキでございます。まあ、対空もハンターザッピーしかいないんですけど、ハンターザッピー、ヤナアメザップ、まあ、もう一個、ハンターザッピーって感じで回るっちゃ回るので、意外とね、空にも全然戦えるようなデッキになってます。まあ、個人的にメガナイトが超好きなんですよね。はい、個人的に超メガナイトが好きで、まあ、使いやすいし強いし使われたら嫌だし格上にも強いと思ってるし、メガナイト持ってるなら使い得じゃねえと思いますね。はい、まあしかもなんとね、ヤナアメプラスザップでマジアチャーとか処理できちゃうんですよね。まあ、そういったね、細かいダメージ計算とかも知っておくと戦いやすいかな。さあ、スケルトンバレル。俺、僕が今ザップ使ったから、このスケバレ止めれないでしょうのグッドゲームなのか、はよくわかんないグッドゲームですね。さあ、今回スケバレとコウモリなので、まあ、メガナイト枯渇とかが結構ね、安牌なのかなとか思ってたら、まあなんかこう、あまり見ないような。なんだこれ。スケバレ。なんだこれ。ダクネ、あ、皆さん、わかりました。僕の大嫌いなデッキ。あれ？ゴレクロだと思ったら違う。なんだ？え？なんでインドラインだよ。何これ？何これ？何これ？いや、メガナイト。何これマジ？いや、これあれっすね。こっちにハンター咲いて、左にザップしたいな。あのコンボリにザップしたい。ザップすれば、一応メガナイトも残るので、デスケルトン部隊かな。あ、何これ？本当にまだわかんない、まあ。ダクネコウモリスケアミと見たらさ、まあ、ゴレクローンだと思うんですけど、インドラ？インドラがいると、なんか一気に世界変わりますね。で、まあ、一応相手対空が地味にいるので、まあ、バルーン飛ばすタイミングしっかり把握してね。相手がコウモリしかいないタイミングとかで飛ばすのがいいかな。インドラにはザップ打ったところでカウンターが来るので、あ、でもメガナイトいたな。メガナイト、なんか、まあ、なんか、ちょっとこういうね、怖いなって時とかは、ちょっと防衛ディガーから入ったりしたら、意外とね、いい感じになります。で、ハンターとかも使いつつ、ザップあんま使いたくないよな。攻めで使いたいですね。オッケーオッケー。これ逆に相手がメガナイト使ったし、これもバルーン添えるだけで、大きなカウンターになるんじゃないでしょうか。スキャミに使いたいかな。おお、タゲが外れた。あ、しかもこれ、インドラにザップ打ったら、たまたまコウモリもね、
同じ位置に出てきてラッキーパンチみたいな。そう、相手はメガナイトスケバレか。メガナイトスケバレだけど、なんか攻め手が気持ち少ない気がしますね。これも矢の雨でサクサクサク。しかもなんならこのタワマエザッピーによって今メガナイトが殴ってたらキング起動もねできてるっていうようなね、素晴らしいザッピーですね。まあ、トリトンはマジでこの真ん中ら辺に置いて、もうその真ん中ら辺にザッピーとか置いとけばマジで何でも守れるんですよね。そう、トリトンをこう真ん中に置いて真ん中にザッピー置けばみたいな、もう最強。トリトンマジで強いんですよね、ここ最近。しかもそのトリトンと相性がいいのがハンターですね。で、ザッピーも。ザッピーセパして真ん中トリトン置いとけば、セパしたザッピーが両サイドから真ん中をこう集中攻撃してくれる。なのでこの3枚がね、もう強すぎて強すぎて。なのでこう、まあディガー持ってないなーって方とか、バルーン俺嫌いなんだよねって方とかは、別にね、これスケラーポイズンとか、バルーンディガーの枠をスケラー、あ、違うな。スケルトンラッシュにして、まあなんかあと1枚スケ入れるとか、まあゴブリンの檻入れるとか、まあそんな感じでね、いろいろいじっても大丈夫だと思いますね。マイナーチェンジしやすいと思いますね。4枚固定して、いろいろ。で、今回相手が、まあゴレかって感じですね。これトリトンでキング起動したいっすよね。ぶっちゃけキング起動したいんですけど、意外とあの光栄がね、うわ、出た。俺の、一番嫌いな。一番嫌いなデッキ来た。ゴレクロです。いやー、ゴレクロなー。結構いるんですよね。マジで、前シーズンとかも、シーズン終盤、結構いたな。ゴレと、あとスパーキーもめっちゃいましたね。だから、ここ最近スパーキーそんな見なかったんですけど、なんか久々にスパーキーデッキがすごい流行ってたなっていう印象がね。ありました。だから陸が少ないデッキがやっぱ多いのかな。だからなんかハンターとかってなんか遠距離系に弱いんですよ。マスケット重視とか、あとムートとか。なのでその辺も流行ってたんですけど、もう同じようにスパーキーとかにもね、ハンターとか弱いよねと。まあ、いうわけで、いやーこれ、左攻めちゃいていいけどな。無視されんのかな。何も出されないとかあるかな、もしかしたら。で、逆サイもう一枚つけられてクローンみたいな。なんか香ってますね、そんな感じなのが。さあ、いや、これメガナイトで踏んで、耐えれるかな。うん、いや、いい。あ、待って、ランバが。いや、ランバーがヤンキーすぎる。いや、まあ。一本折られたものの、いちいち交換しちゃって、たらまあ悪くはないんじゃないかな。守りやすくなった気がしないこともない。さあ、で相手対空少ないですね。多分全然覚えてないけど。対空ダクネと何がいたかマジで覚えてないんですけど。ちょっと暇なんで先に出しちゃって。踏んじゃおう。でちょっとザップ打って。ヤナアメも打って、OKOK。ヤナアメザップでさ、このダクネ系を処理できるのがめっちゃいいっすね。さ、ベビドラとダクネしかいないんで、結構ね、対戦相手は対空が少ないですね。これ真ん中ゴレとか来てくんねえかな。トリトンで引っ張ってさ、美味しいみたいな。まあ、僕多分、バルーン飛ばすだけで、結構ね、大ダメージいけると思うんですよ。さあ、バルーン飛ばして、あとは、ランバーかな？ああ、コウモリがいたか。コウモリがいた。いや、でも、ここ踏んで、できるだけ延命したいな。オッケーオッケーオッケー。からの、いや、これ、ヤナメ。いや、ヤナメが強えんだ。なんか、程よく避けるやつだよね。4コスとかってさ、4コスかーって思いながら、こう、防衛ポイズンとか、セミファイブとかするけど、ヤナメなら、あ、ヤナメっぽいってこう、ね、お手軽。3コスですからね。さあ、ゴレが来そう。すごいゴレが来そう。来る。これでも、また光栄をね、積極的にこう潰していくのがいいんですよね。光栄さえやってしまえば、なんて言うんだろうな。まあ、多少ダメージ受けても、僕のユニットが残るんだね。こんな感じで。さあ、あとは、まあ、右攻めるか左攻めるかみたいな感じですけど、相手が左にちょっと警戒してきたので、ここで右攻めちゃいますね、相手。で、あ、タワーの竹取れてねえのいて。いや、ナーム打っても良さげでしたけど、
一旦ステイでいきます。いやーゴレクロには負けない、さすがに負けたくない。さあこれ相手がケツメガナイト来る、あケツメガじゃない、ケツゴレ来る、逆性メガでもよかったけどからのギガバルーンしてコーボリンザップ徹底かな。ベビしかいないから相手別にコーボリンザップ徹底といったものの、防衛でザップ打ちたかった一発。いや待って、ちょっと危ない、それは危なくはねえか。オッケーオッケーオッケー、ちょっとこれここ潰してこんな感じね、しっかり一体一体確実に処理していけば、よしよし、もう真ん中メガナイトとかでもうヤンキーしちゃって、まあ、ランバーとかいるかもだけど相手はもうね、はいメンタルオールでグッドゲームーというわけで、マジで防衛バカ強いですね。後ろからザッピーとかハンター割いて、まあ、トリトン基本的に真ん中に出して、こういうねやっぱメガナイトで踏むっていうのが大事で、ダクレのコウモリとかがわちゃわちゃしてるので、しっかりそこをねエリアの雨とかザップでね処理していくと、僕のユニットは基本的に全部残ってるので、さあ大活躍したメガナイトがねお金となってまくれましたという感じで、ぜひねこのメガナイトバルーン非常に、ね、使いやすいですし強いと思うので、皆さんもねお試しくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。